どうも、陣内智則です。さあ、今回のネタは運転シミュレーターということで、これはね、結構コメントでもね、やってほしいっていうリクエストがたくさんあったんで、よくね、このネタとね、カーナビっていうネタがあるんですけど、ちょっとごっちゃなってる方もいるんですよ。で、僕もごっちゃなってるんですよなんか同じネタをちょいちょいこっち入れ替えたりしてるから今回も運転シミュレーターっていうのをメインでやりました。で、またカーナビっていうネタはね、今度また作ってやろうかなと思ってますんで、まあ、これはもう映像でね、見ればわかるやつなんで、よく海外公演でやったネタなんで、運転シミュレーター、皆さん楽しんでもらえたらと思います。では、運転シミュレーターどうぞ。仮面の試験の前にな、この運転シミュレーターで練習しなさいって言われたな。確かに仮面緊張するしな。しここでしっかりと練習しよう。運転シミュレーターあるんだ。こんなんあんねや。運転適性シミュレーターです。はい、あなたの運転適性を検査します。わかりました。それでは始めましょう。はい、よし、まずはちゃんとシートベルト締めて、シバックミラー OK、 サイドミラー確認よし。よし、行きます。シートアクセル、おー、こんなんなってんねや。すごいリアル。うわー、緊張するな。歩行者に注意して運転してください。そうね、歩行者見ながらしっかりと避けないとね。しっかりと注意しながら。あー、ちょっとサッカーボール出てきた。あー、危な。子供の飛び出しに注意しましょう。そっか、子供の飛び出しね。かもしれない運転しないとあかんねん。飛び出してくるかもしれない。よし、しっかり注意しよう。よし、行こう。あー、また来た。危な。え、ロナウジーニョに注意しましょう。いや、こんな状況ある？ロナウジーニョに注意しましょう。うわ、すごい、ロナウジーニョおった。ロナウジーニョが飛び出してくるかもしれない運転せなあかん。いや、そんな状況あるかな。まあでもあかんない、かもしれない運転やからな。よし、スタート。おー、緊張するな。平常心で。なんか危ない。なに、え、あれ、僕は死にません。いや、武田鉄矢おった。武田鉄矢おった。おー、武田鉄矢撮影してた。あー、赤信号や。あ、前にバスがね、こういう時あるもんね。いや、おばあちゃんかわいそう。何考えてんねん、バスの運転手。おばあちゃん待ったれよ。かわいそうに、おばあちゃん。なんでおばあちゃんをこう無視し、何してんねんこいつ。普通に歩けよお前。なんでムーンウォークで歩いてんねん。あ、おじいちゃん、おじいちゃん気をつけてね、ゆっくり ね。こういう状況あるからね、こうね。おじいちゃん、あ、おじいちゃん青なったわ。おじいちゃん、おそっち赤いで。おじいちゃんが、だい、いや、戻ってくんのかい。もうイライラしない、イライラしない。戻ってくんのかい。おじいちゃん遅ー。おじい、おじい遅い。いや、イライラしたか。おばあさんかわいそうに。お前バス乗ってるチャラ立つわ。何やこの音。いや、おばあ早いな。おばあの追い越しに注意しましょう。いや、こんな状況ないやろ。めちゃめちゃ早いな、おばあ。対向車に注意して右折してください。あ、右折ね、右折難しいねんな。ここで減速して。いや、そう、この車の後行こうか。この、いや、こ、うん、いや、自転車のサイクリング長。いや、たまにあるけど長いやつ。めちゃめちゃ長いな、これ3人ぐらいやったら分かるけど長いわ。行こうかな。そう、いや、おばあ早いな。どこ行くねん、ほんで。おばあ忘れ物したんかな。おばあ、あー、癒される。カルガモの親子のね、カルガモの親子のこういうの癒され。横切れ、お前ら。横切んねや、ま、なんで縦位置で歩いてんねん。横切ってこそや、癒されんのは。このボロするのが。あー、車危ない。緊張するな。しっかりとね、周りを見ないとね。こう、ま、いや、白木屋激戦区やな。マリオカートおるよ。白木屋多いな。ほんで、いや、バナナを投げ、バナナを投げてくな。滑るやろ。いや、もう噛めよ、やめろお前。何やこれ、あの練習や。うわ、スター、うわ、無敵なった。スター、うわ、もうこれもう無敵や。どこでも行けるやん。うわ、もうどこでも行ったら。調子に乗りすぎないようにしましょう。あ、はい、次の信号を左折してください。あの練習やったやん今。何にもないな、ここ。ほんで、あー、踏切ね。はい、これ必ず一時停止をしないとね、踏切は。音を聞いて、音、いや、白木屋のおっさん、白木屋のおっさん、どこ通っとんねん。これだけ行こう。ほんなら、白木屋のおっさん用の踏切、こんなんある？あのシミュレーションやん、これは。信号に注意してください。あー、危ない危ない。いや、電車どこ通っとんねん。
さっき通れ、さっきの線路。いや、サイクリング長いね、お前ら。早いな、ほんで。めちゃめちゃ早いな、それ。長いわ、いや、おばあ早い。いや、マリオカート、いや、カルガモも早い。白木屋のおっさんも早いな。おじい遅い。おじい遅い。いや、前からスター来たよ。おじい前からスター、いや、無敵だった。おじいちゃん無敵だった。めちゃめちゃ早い、めちゃめちゃいい。うわー、ちょっと危ない。これ、いちいち興奮せず平常心で運転しましょう。いや、できるか。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。